国内サッカーニュースラズンで配信している内田篤人のフットボールタイムシャープ166では MC の内田篤人氏とサッカー解説者の林良平氏をゲストに迎え AFC アジアカップカタール2023に挑んでいる日本代表について語った日本代表はここまでアジアの戦いが決して簡単ではないことを思い知らされてきたベトナム代表との初戦では 開始早々にリードしたものの、前半のうちにセットプレーからの2失点して一時は逆転を許した。最終的には2ゴール1アシストの南野匠や、ゴラッソを決めた中村圭との活躍によって4-2で勝利した。だが、イラク代表との第2戦目では、前線のターゲットへシンプルにロングボールを蹴ってきたイラクの戦術に苦しめられ、前半のうちに2失点。そのビハインドを覆すことができず、 一二で敗れ、昨年6月から続いていた国際 A マッチの連勝記録も、10、でストップした。インドネシア代表との第3戦目を前に収録した本番組で、内田篤人氏は、立ち上がりは向こうの方が勢いがあったし、やることもはっきりしていた。この2試合を通じて日本の良いところの方が少ない、と指摘。一方で林良平氏も、 ニークサとも前半に全く良いゲームができていないので、そこは課題。攻撃ではクロスから中の入り方が全体で共有されていないのかなと感じた。特選を強いられた2試合を振り返り、日本の課題を指摘した。ただ前回アジア王者に輝いた2011年のアジアカップも決して順調なスタートを切れたわけではなかった。ヨルダン代表との初戦を引き分けて、 第2戦目のシリア代表との一戦でも苦しんだ末に2 1で勝利。その後にヨルダンと勝ち点で並びながらも首位でグループステージを突破し、決勝トーナメントでカタール、韓国、オーストラリアを破ってアジア王者に輝いた。当時、日本代表の主力として大会に臨んだ内田氏は、国際大会を勝ち抜いていく上でのポイントをこう語っている。 僕が優勝した時の2011年もスタートは良くなかった。そこから大会を通じてチームが成長することが元々の完成度というよりも一番大事になる。選手たちもミーティングで、だいぶ選手同士で話し合う、もちろんそこにスタッフも入ったとは思います。ここからどう伸びていくかの方が大事だと思います。一方で林氏も、こういう難しいゲームがあるんだよと、 前半の戦い方も含めて知れたことが収穫だと思います。ここ最近は日本代表が強いというイメージで期待値が上がっていた分アジアカップで簡単に勝てるだろうと日本全体が思っていたと思うのでその中で難しいゲームを経てこれからの経験値につながると思うとコメントしている実際にインドネシア代表との第3戦目は最初に試合の反省をつなげて 日本が前半の立ち上がりから圧力を強めて3 1で勝利グループ D を2勝1敗という成績で2位でグループステージ突破を決めた31日に行われる決勝トーナメント初戦のラウンド16ではグループ E を大逆転で首位通過を決めたバーレーンとの対戦も決まったここからより一層アジアの厳しい戦いが待ち受けているが大会を通じてさらに成長を遂げて アジア王者に輝くことができるか注目だ。